から始まった新イベント札幌焼き芋テラス2023、行ってきます。秋の新しいイベントが札幌で今日から開催。札幌市内の有名焼き芋店が中島公園に大集結。いい感じですね。個性豊かな焼き芋を楽しむことができるんです。今日は6店舗のおすすめ商品全部見せます。全部見たいね。清田区のお芋や芋兵です。自慢の一品教えてください。こちら芋兵スペシャルになります。食べてみてください。ありがとうございます。あ、もう持った感じももう柔らかい。ヒュッ、わー、美味しそう。うまっ、とろける。しっとりとかじゃなくてもうとろっととろけてきて、蜜が甘いです。なんでこんなに甘いんですか？3ヶ月以上熟成しているので糖度40度以上となっております。40度。続いてのお店が焼き芋屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のおすすめはこちら3色のお芋なんですけど、はい、かなりこうねっとりした食感なんですけれども、なかなかこういうね3色でさ販売してるところってなかなかないと思うんでね。そうですよね。こう食べ比べってなかなかできないじゃないですか。それぞれのこう食感とか色とかね、いろんな食べ比べて感じられます。おいしい。年間3万本のさつまいもを作っている農家がいる高橋ファーム、こんにちは。うちはですね、あの丸干しで作った皮付きの干し芋なんです。これは干し芋なんですか？干し芋なんです。焼き芋かと思いました。皮ごと食べられちゃいますね。全然皮の食感とか味とか先生も芋そのもののお味が、噛めば噛むほど甘みがどんどん広がっていって、まあ、皮の周りがね一番野菜として栄養素あるんで、そのまま食べていただきたい。そして柔らかく、ま、皆さんが食べやすいようにという形で作ってます。ちょっと干し芋の概念が覆る干し芋、はい、美味しいです。続いては豊平区平岸の芋屋です。全国各地さまざまなお芋がいただけるんですが、今日は鹿児島県産のホワイトスイートになります。ありがとうございます。本当に白い。さあ中身は、中身まで白いんだ。本当その名の通りホワイトですよ。うわ、見た目はジャガイモって思ったんですけど、ちゃんと味はさつまいもの甘さすごく感じます。本当クリーミー。こちらのホワイトスイートは全国でも一人しか作っていない、とても希少価値のあるさつまいもになりますね。まだまだ行きます。北区新小鳥のお芋さん、大学芋専門店ということなんですが、面白いメニューがあるんですよね。はい、少しお待ちください。細切りお札です。あ、うん、お芋そのもののお味しますけども、これ何の味なんですか？実は味がついてないんです。うん、味なし。お芋さんのは味をつけていない、塩もつけていない、素揚げをしたままの素材の味が楽しめる、はい、おつまみにもおやつにもなる商品です。なるほど。最後は中央区の焼き芋ラボ、気になるのありました。焼き芋ブリュレ、これお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。おいしい。下は本当に焼き芋そのものなので、芋の甘さをしっかり感じつつ、カスタードとしっかり炙られている分甘さがさらに増してますね。おいしいスイーツ。札幌市内のこだわりを持った焼き芋屋さん皆さんに揃っていただいて、でまたあの会場もですね、中島公園という自然の豊かな、今ちょうど紅葉のいい時期でございます。ぜひここでですね、皆さん楽しんでいただけたらと思います。焼き芋のほか、さつまいもを使ったスイーツや野菜の即売、ワインを楽しめるブースもあります。週末はぜひ中島公園に足を運んでみてはいかがでしょうか。
いやー今すぐ行きたいです。気になってる焼き芋屋さん、市内にたくさんあったんですけど、結構こう各区にばらけているから、なかなか行けずにいたところ、中島公園に集結してくれるなんて。結構郊外が多いからね。そう、夢のようですよ。さつまいもだけでこんなにいろいろあるんですね。なんか欲しいものを丸ごとね、白いのとかもね、いろんな個性が見える。全国で1人だけしか作ってないって。いやー全然制覇したいね。これたまんないですね。これも美味しそうだったね。でワインとかもねあるんですね。どれまでやってるの、ね、ちょっと田辺アナウンサー食べ過ぎなぐらい食べてましたね。いや体にいいから大丈夫ですよ。焼き芋は繊維質でね、繊維質だから、いいですかね。何本も焼き芋食べちゃいそうな。